数字に期限を持つ重心奇数法の数字である。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9の10種類がある。インド起源の数字にもかかわらず、アラビア数字と呼ぶのは、アラビアからヨーロッパへ伝わりそこで、アラビックニューメラルズと命名されたことによる。日本では、その後定着したことから、一部で、要数字と呼ばれることもある。また、 筆算に用いる数字であるため産用数字とも呼ぶ。日本の法令では、アラビア数字もしくは、アラビア数字と呼んでいる。1世紀のインドのブラーフミー数字、コデクスウイギラヌスに現れるインド数字16世紀中頃のウプサラ大聖堂の時計を描いた版画、アラビア数字とローマ数字があるヨーロッパの諸言語に、用いるアラビア数字は直接には、アラビアのインド数字に由来する。 インドサイコの数字は、ブラーフミ数字であるが、この時はまだクライドリキ数法ではなく、例の数字がなかった。おそらく6世紀までに例が発明され、デーバナーガリー数字となり、これが、四方に伝わっていった。西方では、アルフアーリズミーのインドの数の計算法と、アルキンディのインドの数の使用についてに、すでに、インド数字が紹介されている。アラビア語では、 インド数字と呼ばれている。アラビア文字の所字方向は右から左だが、数字だけは左から右に書く。これはもともとインド系言語の所字方向が左から右だからである。このため、アラビア語のワードプロセッサーやタイプライターは数字部分を逆送りにする機能を持つ。ヨーロッパではあとウマイヤ朝の影響下にあったヒスパニアから始まり、 コデクスをイギラヌスにおいて、イシドールスへの注釈に初めて現れる。しかし例は失われている。その後、オーリアックのジェルベールが980年頃から、このインド数字の普及を始めた。しかし本格的に広まり始めるのは、レオナルド・フィボナッチのソロ版の書からである。その後、印刷術の導入で使用が増え、16世紀中頃には、 ローマ数字を置き換えて定着した。南方及び東方では、霊場の上がり文字と共に数字が伝わり、各言語で文字が変化すると、数字も変化していった。中国には718年に、クドン室たちにより紹介されたが、中国ではすでに紀元前から重心法の賛議が使われており、筆算より計算が早かったため、インド数字が定着することはなかった。 漢数字の例はそれより遅れて南宋の時代に現れた。漢字文化圏でヨーロッパのアラビア数字が定着するのは欧米列強が本格的にアジア地域に進出し始めた19世紀になってからである。以下にデーバナー上がり数字に由来する数字を示す。タミル数字の例は近代に取り入れられた。ユニコード4.1から定義されている。 んこ文字とオスマニア文字は近代の発明であるがアラビア文字の影響が見られる。ユニコード未対応の数字。ありがとうございます。